本番モードの中日ドラゴンズ。中日、立浪監督、明日からは本番モードで、本拠地オープン戦、初戦2日ヤクルト戦に向け宣言。迎えた2日のヤクルト戦は、先制を許し6点ビハインドで、迎えた9回に3点を返すも敗れる。今日、3日に行われているヤクルト戦では、初回に村上に先制ホームランを打たれ、速攻2失点した。さすがやね、今年も5位で終わらない予感。中日ドラゴンズは村上宗隆選手の三冠王を応援しています。相変わらず村上のかもやなこのチーム。なお、中日1回の攻撃は三者凡退だった模様。中日のシーズンはもう終わりやしな今年も秋のフェニックスまでお休みや。オープン戦は牧江や。10年くらい餌しかまいてないからセリーグの飼育員だろ。例年はオープン戦だけはそこそこ勝つのにな。今年はもう本番モードだからね。シーズン中、さながらの先制点、現状からのヒンダム援護よ。オープン戦数試合だけで、今年の中日もダメだなと思わせるのはさすが、この打線が開幕したら、1点めちゃくちゃ打つとか、普通に考えたらありえないからな。厳しいわね。